大泡立ち草は、菊花、秋の麒麟草属の多年草。北アメリカ原産で、日本では外来種として全国に定着している。北アメリカ大陸を原産地とする。日本やヨーロッパに移入分布する。花形の高さは50センチメートルから150センチメートルになる。葉は茎に誤生し、皮心型で、縁は低い巨子状。花期は7月から9月で、茎の先端に、 黄色の小さな花が集まって咲く。同族の幾花植物である聖高泡立草と比べると、大泡立草は背が低く、早く木がザラザラせず、下水の先端部分が曲がる。花期も早く、聖高泡立草が咲く頃には、花期は終わっている。聖高泡立草のように、大群落にもならない。明治頃から栽培されていたものが、日本全国の荒れ地や河川湿気などに野生化している。 北海道では、聖高泡立ち層よりも優先している。希少植物が生育する、レブン島では、本種の駆除が行われている。外来生物法により要注意外来生物に指定されている。また、日本生態学会によって、日本の侵略的外来種ワースト100にも選定されている。ABC 滝康彦、財団法人自然環境研究センター。 決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日 ISBN 978から4から 582542417ABC 大泡立草国立環境研究所新入生物 DB ありがとうございます